さあお待たせいたしました、ナターリャ・シャポシニコワ選手であります。2種目目であります。ピンクのユニフォーム、紺の絞りが入っております。何かこう見ておりますと、いたずらっ子がピンクのユニフォームに青いインクをつけたというような感じもありますが、ピンクのリボンをつけましたシャポシニコワ選手です。本当にこの人ね、この人の笑顔というものを練習の時から見たことありませんが、幾分そういう点では何かこう暗いなという感じのする選手なんですが、まあ、いざ演技となりますとこれがパッと咲くわけです。シャポシニコワ選手は最初の種目の跳馬で 9.65 を出しております。現在のところトップであります。なおすでに2種目を終わりました選手の中ではマルタ・エゲルバリ選手が 19.00 でトップということになります。その他シュレーゲル選手が 18.85 で現在第2位、アガパー選手は 18.80 で第3位という成績を残しておりますが、この B 班の方にシャポシニコワ、それからシュティフィ・クレーカーと跳馬で高得点をマークいたしました2人の選手が登場するわけです。さあここはもう小野さんにはじっくりご覧いただきました後でまたじっくりと解説をしていただくことにいたしまして、シャポシニコワ選手のお目当て段違い平行棒、どうぞごゆっくりとご覧ください。ここで失敗していました。練習の時は今度は決まりました。いやあ苦しかった。いや失敗です。やり直し。すごいですね。失敗がありましたが、疲れますね。いやもう C 難度の連続ですし、はい、最初はあれなんでしょうね塚井先生。そうですね。あの今のように中抜き上がりしました時にね、膝までバーが、はい、ということは要するにものすごく広く開けてあるということですね。で平行棒運動というのはその車輪ができないということが今までの常識だったのを、はいはいはい、彼女は初めて破ったわけですね。そうですね。まあ女子独特のその柔軟性があるからできることだと思いますけれども、はい、まあやはり歴史は変わっていくという感じですね。やはり途中失敗がありましたけれども、はい、見応えはありました。 9.00 であります。また泣きそうな顔に戻ってしまいました。シャポシニコワ選手です。それでなくてもなお暗いイメージのありますこのシャポシニコワ、人知れず咲く日陰の花と私は表現いたしましたが花のあたりがラチニーナとよく似てるんですけれどもね。